Thank you.
皆さん大変お足元の悪い中お越しいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ね、はい、ということで、ね、ちょっと私たちはねちょっと、うん、走ってきます。走ってきます。走ってくんの。ちょっと早速なんですけどちょっと渡りようか。あ、ゆっくり歩く前に最後に走ってきます。最後かったダッシュしてきます。じゃあ、後でいってらっしゃい。じゃあお二人でお話ししましょう、ね、でも本当にありがとうございます。本当に私たちのあのイベントの時って毎回天気が悪くて本当だよね。だって前日比谷野音の時は大雨でしたよね。しかもなんかゴキブリ出てきたし。あ、そうね、ステージ上にゴキブリ出てきたんだよね。で、あとあの読売ランドの時もちょっと天気悪かったし、確かに雨でね、ひどかったし、あとラクーアとかの時もね、なんかなんだかんだ天気悪い時とか、ね、小雨が多かったりとか、私も今日来れるか来れないかの瀬戸際だった、ね、本当だよね。だって昨日さ、長崎で博多そうなんですよ。HKT のライブやってて、でなんか、ま、あの博多のマネージャーさんとあの小木プロのマネージャーさんがこういろいろ電話で打ち合わせしてて、なんかもしかしたら大阪に行った方がいいかもしれないみたいになって、本当はその長崎から福岡まで車で帰って、あの福岡で次の日始発で東京に来る予定だったんですけど、うんうん、飛行機も2時間待ちとかだったらしいんですよ今日、うんうん、だから結局コンサートは最後まで出れず中抜けして福岡に、そうそうなの、この渡り廊下走り隊のためだけに。あー、いいじゃん。そう、でもなっちゃんもなっちゃんでね、そう一回ね、あのお帰りなさい。ただいまです。ありがとうございます。ただいま。本当良かったですよね。本当良かった、ただいまって言えて。皆さんも温かく迎えてくれたし ね、本当に嬉しかった。だからなんかこうやってなんか雪のこととかね、いろいろ嵐の日もありましたけど、でもこうやってね、最後は、まあ、ちょっと外の天候はさておき、でも中はすごい暖かいですからね。そう、熱気でムンムンですから、まあ、かったな。今日のセットが、テーマが学校なんですけど、しかもね、渡り廊下があるんですけど、ちょっと今日モニターがないから見えないかもしれないんですけど、ちょっとモニターないからあれなんだけどね、ここロッカーなんですよ。でここに名前が書いて書けるとこがあって、名前書いてあるんですよね。そう、ここには愛ちゃんの名前で、こっちなっちゃんの名前で、ここハルゴンの名前、あれマユの、あれマユの名前なくない、あれマユ、え嘘、マユの名前ないから、書いてないよ。あ、書いてない。ちょっとね、またさ、前髪ばっかいじってたから書いてなかったんでしょ、ね、ちょっと本番前セッティングして、ね、もう一周ぐらい走ってきていいよ。え、なんで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 、じゃあちょっとなっちゃんと愛ちゃん走ってくるから、その間に、その間に書いてあげて。はい、そんなわけでね、あの、まゆの名前がないということで書きます。そうなんです、今書きます。え、これ場所はどこでもいいの。場所はどこでもいいけど、あの、見えないところはやめてください。こっちにも奥にもロッカーちゃんとあるんですよ、これ。この辺どうしようかな。右側こっち。じゃあここそこから右、こっち。え、シンディの下行く。シンディの、じゃあここ、お、なんかあのこれ撮ってください、一応あのあるんで。あ、フィルムがあるのね、はい、これ書きます。かける。あ、なんか緊張する、みんなに見られてる。あ、手が震える。いや、あ、なんかハルボン繋いどいて。あるかさ、ハルカーみたいな、一番可愛いハルカーみたいな
これ書いちゃダメなやつじゃないの、はい、え、これ大丈夫だよ、はいはい、そうなの、なんかお知らせ事項書いてって言われたから、お知らせじゃないでしょ、一番可愛い、見たら分かるでしょ、はるかが可愛いってこと、はるかお知らせなのまあまあ、そんなことはさておき、なっちゃんね、もう一人の女の子呼びたいんだよね、そうだよ ね4人の次はね、まあ、あのやっぱ新メンバー、解散にして新メンバー悲しすぎますね、タイミングおかしいでしょでもこうやって人数変動がいろいろあったお便りを貸していたいですが、5人目といえばやっぱりあの子なのは皆さんも分かってると思うんで、はい、ーせーので呼びましょうか、せーのでみんなで一緒に呼びましょう、うん、はい、せーの、あーりー、はーい、みなさんこんばんは、こんばんは、はい、あやりんこと菊池彩香でーす、ありがとうございます、なんかね、横で見てたんだけど、すっごいもうね、声援がすごくて、そう、今日すごい熱気がもうやばいね、今日ね、すごい嬉しい、ありがとうございます、ということでね、早速ね、次に聴いていただく、オリコン1位を取って取らせていただいた圧巻ベイバシを聴いていただくんですけども、はい、そこでね、皆さんと一緒に踊るために振り付け講座、覚えてますか皆さん、覚えてますかっていうものを覚えとけよ、過去に AKB のメンバー全員で踊ったこともあるという、そうね、だってあのね、圧巻ベイバシは恋するフォーチュンクッキーよりも前にみんなで踊ろうっていうコンセプトで、そうだよ、やったんですよ、100万枚売れてもいいはずだよ、そう対してね、あんま印象残ったのか、あ、でもね、今日は振り付けやりましょうよ、やりましょう、はい、じゃあちょっと、ね、体操の体型に、はい、開け、やあやあということで、サビの振り付けをじゃあ一番大サビの、はい、好きなラッパの振り付けをやりましょう、はい、あと皆さん、はい、両手をパーにしてください、パー、それで好きなラッパで好きなな、な、好きな、右手な、みたいな、な、好きなラッパ、勇気、私教えるの下手くそこれあ、じゃあやる、なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、あ、じゃあ私ダメだ、2回右と左に広げます、踊れない場合はこれでもいいです、好きな、まあ、あの前の人の頭は叩かないよね、はい、好きなラッパ勇気出しての後、次は前の2回、好きなラッパアッカンベー、これはアッカンベーっていうのはこの曲では好きな人に告白好きって伝える気持ちという方法でアッカンベーをしているので、自分の好きなメンバーに向かってぜひアッカンベーをしてください、ぜひね、正直に勇気ぐるぐるべーあーあかえ、あれどこべーし、なっちゃん間違えた、なっちゃん間違えた、あの考える考えます、行きましょうで、いややっぱ違ったかも、他の子が好きかもってちょっと一回考えて、推し変かもなーって、もしかしたら推し変やっぱしちゃうかもしれないけど、いややっぱりなっちゃんが好きみたいな感じでなっちゃんって感じでね、最後にもう一回好きな子に圧巻してください、してください、はい、じゃあそれでは聴いていただきたいと思います、うん、できるかなみんな、踊ってね、踊ってください、踊ってください、それでは聴いてください、圧巻ベイバシ、
ずっとレッスンしてたやん。ほんまに死んでたのにな。
い、やりましょう。やっちゃおう。泣きながら久々に、はい、大森ちゅもりやっぱりこもりこもりこと小森美香です。よろしくお願いします。でもあれだね、私たちの作戦成功ですね。私たちの作戦成功だね、はい、で僕の子って言ったら絶対ね、あっちに行ったの。シンディじゃないよ。でかかった。え、コモリめっちゃ泣いてるよ。コモリ泣いてますもん。もう泣いてる。コモリコモリ。めっちゃ私もさ、全然最初レッスンとかしてさ、知ってたのにさ、なんか涙出てきた。関係余っちゃいますよね。ね、一緒にセブンでね、歩んできたからね。来てくれてありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあこの7人になってからの1曲目といえば、うん、あれですよ ね、 すね。じゃあ2人に曲紹介してもらおうか、はい、久しぶりに、はい、きましょう。今の季節にもぴったりな、ね、そうです、ぴったりですね。それでは聴いてください。バレンタインキッス。
Thank you.
ね、7人の曲 いっぱい歌ったけど歌いましたね。地下鉄のテリーボーイとか初披露でしたけど、そうだよね、皆さん、ちゃんと知ってました？でもだって知ってないとおかしいですよ。だってここにいる皆さんは、今回いる皆さんはアルバムを買ってくれた皆さんなんですよね。そうだよ、そうだ、ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりした、ね、なんかアルバムの中で、まあ、例えば一番好きな曲とかは今までいっぱい言ったことがあるんだと思うんだけど、今までインタビューとかで、うん、でもその中でも特になんか違う意味で印象に残ってる曲とかってある？いやあります、あります。何あのバレンタインキッスのカップリングに入ってた、うんうん、入ってた愛はそみそみだしら、あー懐かしい、懐かしい、覚えてますか、知ってますか、皆さん知ってますか、知ってる、本当に、ちょっと歌ってみますね、せーの、愛はそみそみだしら、すごいすごい、本当に聞いてくれてるんだね、嬉しいよね。今のね、声のね、声流だと多分3分の1くらいしか歌ってない、そうだね、確かにね。でも懐かしい。こもりとかはなんかないの？あ、そうだよ。ミュージックアイフのまだ泣いてない大丈夫？泣いてない？泣いてない？大丈夫？大丈夫？何がある？ミュージックアイフのボート。あおー。ハレコに着いた。ハレコ微妙な感じの顔してんだけど大丈夫？ハレコしてる。歌えるよ。じゃあ歌って。せーの、せーで。醜いアヒル。違う。違うね、待ってくださいよ、違うんですよ、違うんですよ、これ曲名違うよ、これ違いますよね、何間違ってる、アヒルなんて素敵なアヒルのボートだ、そうだ、え、待って、コモリが言ったのは醜いアヒルのボートだよ、違うよ、違うんだ、久しぶりだもんね、コモリね、久しぶりだからね、ただ、その曲はユニット曲だよね、そう、ユニット曲、そう、4人ぐらいしか歌ってない、誰が歌ってんの、それは、と、アイちゃん、アイちゃん、アイちゃんとコモリとハルゴン、うん、あれ、え、ハルゴン歌ってなかった、私歌ってないですよ、私たちも微妙な感じある、ちょっと、あ、マユ、マユ、マユ、あ、マユ、マユ、マユはとりあえずユニットでも全部入ってる、全部入ってる、入ってる、入ってる、そういうのありますか、あります、え、私ね、恋愛アスリートめっちゃ好き、あー、恋愛アスリート、あー、遅刻できない、好き、懐かしいよね、なっちゃん歌うまい、なっちゃん歌うまい、なっちゃん歌うまい、うまい歌、ありがとうございます。何怒ってんの。でもわさみに言われるともう嫌味にしか聞こえないわ。確かに、ちょっとオリコン1位様に言われちゃうから、やめてよ、なんかその言い方ダメだ、やっぱやっぱ不仲説だわ、やっぱあれ本当だったのかな、やっぱ本当だったのかな、ね、あれ何、あ、私はあの犬語話せる男の子がすっごい大好きなんですよ。あれ可愛いよね。可愛い。ワンワンワン。可愛い。確かに。皆さん知ってますか？おお。おお、よかった。嬉しい。それ私も知ってる。あ、知ってる。じゃあハリは何が好きな？私はなんか何が好きというより思い出に残ってるのが、うん、渡り廊下って結構なんだろう、なんかニャンニャンとかワンワンとか、うん、そういうなんていうの？擬音の、擬音、そう、擬音、あとガヤが多いんだよね、そう、ガヤが多い、多いね、ガヤ、ガヤが多くて、何そのドヤ顔、なんかそれを、うん、それをね、渡り廊下走ったら一人で撮るんですけど、それがすごい恥ずかしくて、恥ずかしかった、なんか、じゃあニャンニャン撮りますとか言ってニャンニャンって言ってもなんか恥ずかしくて笑っちゃうんですよ、そうすると真面目にやってくださいって言われて、AKB だとね、結構大人数で撮って、だからその場のテンションとか余計高くできるけどね、一人で撮る、一人でニャンニャン、ハルは結構ハスキーだからね、恥ずかしいんだよね、そういうの聞いたらタメさんニャン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 って言ってるそうなんですよ、確かに、なっちゃんハルゴンのモノマネできるもんね、ありがとう、あ、ありがとう、できないありがとう、めっちゃハルゴンの話が、今は言えないのフレーズの部分の真似できます、せーの、今は言えない、待って、私なっちゃんできんだけど、やってやって、話しかけてみないけど似
っちゃ歌うまいじゃん。うまい、めっちゃうまい。ほえほえねえ、面白い、楽しい、はい、ね、あとさ、アルバムといえば、うん、あの特典映像を見てもらったと思うんですけど、はい、あのみんながね、いろんなと、なんか結局なんかや結集するんだけど、結局やる気ないんかい、もうワタエロが解散だってマユが言うっていう DVD 見てくれましたか、うん、あの時が本当におかしくておかしくてね。確かに。でも笑っちゃダメで、笑うと何回でも。だってマユがさ、なんかさ怒ってるよってやってんのにさ、こうやってやるからさ、わかる。マユはそこの部分で本当は下で笑いをこらえてから顔を上げ、こらえてからしか顔を上げれないから、うん、笑いをがたまるまでずっと震えてる。確かに。まだまだみたいな。面白いね。面白いね。面白かった。いいユニットだよ、本当に。ぜひもう一回アルバム見返してみてください。はい、じゃあそれでは続いての曲に、はい、行きたいと思いますけど、皆さん準備はできてますか？じゃあみんなで曲振りしましょう。はい、せーの、姉妹どんぶり。本当にありがとう。はい、嬉しいね。でも
も嬉しいね。そして続きましてはそうです、さらにもっと可愛いあの子が登場しちゃいます。ラブタンおいでー、ラブタン、うわー、あーあいちゃん、可愛いラブタン、イヤリング、あ、イヤリング取れちゃった、ラブタン、イヤリング取れちゃった、すいません取れちゃった、可愛いよ。じゃあ、はい、あ、じゃああとはラブタンよろしく、よろしく、はい、任せてください。あはは、仲良しですね。初披露する曲になります。聴いてください、へそが曲がる。抱きしめようとする腕をわざと冷たく拒絶して、から終わった呼び捨てちょうど大人の味がする。こんな時間に呼び出して、そんなようなら抱かれたい、あなたと二人カラオケで昔のアニメ歌おうか。愛してるんだ本当は、なぜとうまく伝えられないだけ、先回りして気づいてよ私の気持ち。恋をするたびへそが曲がる、そすらもに
が可愛かったですか？ワンワン。この曲も初披露ですよ ね初披露だったけども、シンディユニット2つもやってんじゃん。やったシンディ、いやユニット2つやってるけど頭10曲出てないから。そっか実際ね。じゃあ続いての子を呼びましょう。はい、わさみん。わさみん、わさみん、いつも演歌歌ってるのに、かわいい、かわいいよね。今日はなんでこんなフリフリなかわいい衣装なの、ね、ありがとう。じゃあ早速歌っていただきましょうかね。入れましょう、わさみん、頑張ってな。バイバイ。それでは聴いてください。そうです、眉のためにも。でも、ね、はい、嬉しかった。ありがとうございます。めっちゃ可愛いし。嬉しい。そう、作ってもらってありがとうございます。可愛い。いやでもね、やっぱりここはね、和田色岡走り隊の不動のセンター様に。なんやねんそれ。締めていただきたいと思います。それでは、ね、頑張ってください。頑張る。頑張って。ということで、懐かしの衣装で登場しました。いつかの荻祭りで歌ったんですけれども、久しぶりにあの曲を歌いたいと思います。それでは聴いてください。軟体恋愛クラゲっ子。こいつ私が夢心地
でずっと写真撮ってた自撮り大事だね。自撮りしまくって、うん、もうなんかもしね自分がじゃあもし子供生まれたりするとするじゃん、うんうん、もう子供に見せてやろうと思ってもう本当になるほどね。そうそうなの。じゃあブログにも載るんですか。ブログにいっぱい載せる姉妹丼だけど 10枚ぐらい載せる。やだやだでもこれとかもさ、これほんと尻尾とかかわいい。超かわいい。あかわいいよ。かわいいよね。シンディほんと後ろだとさ、え後ろ姿だとマジさ15歳ぐらいにさ、うん、研究生って言ってもそういや待って待って待って、いや私ほんとこの年になって逆に美味しいと思ってる、うん、えだって同い年の子がみんなねなんか自分の雪降ったじゃん、うん、雪降って、うん、あのみんながなんか私の子供ですみたいな雪合戦してるやつとかを、うん、みんななんかいろんな、なんかいろんなのに上げてるの、うん、SNS、うんうん、にでもなんか私全然溶け込めてなくて私はこういう衣装着てますみたいな、うん、でも逆に美味しいなって、うん、みんなシンディ頑張ってるねみたいな目で見られるしそうだよ。だってさやってること同じだけどさ、うん、頑張ってるね感がさすごい確かにねファンの人たちが頑張れみたいな目線くれるから年食ってるだけで、うん、あまり自分を追い込まない ね大丈夫大丈夫すごいいいと思ってる。そんなシンディが大好き、うん、思ってる。本当にバサミンはシンディのことが好きすぎて本当に好き。なんか本当におかしいなんか一緒にいてもシンディ本当面白すぎて一番爆笑して、うん、なんかそんなにシンディのことツボなのか私は不思議でしょうがない。
いや、ほんと私もそれに一票。いや、待って待って、なんか、シンディとなんか笑いの価値観が合わない。ひどい、嘘。じゃあ、違うよ。だから合わないからこそ面白いんじゃん。だからさ、さっきから黙ってるハルコンは。そうだよ。大丈夫？なんかいいね。あ、ごめん、ジャカルタ語じゃなかったから分かんない。インドネシア語。ごめんごめんごめん。なんか、みんな変わってないなと思って。うわ、おげー、なんか言うか、大人発言。じゃあ、一つ言わせてもらうけど、ハルコンレッスンの時、なんかこの5センチぐらいしか前にいないのに、アイちゃんレッツって言ってた。言ってる、言って言ってたね。いや、5センチぐらいいいでしょ、みたいな。私、横の列気にするの好きで、ちょっとでも前にいたら、いや、前で、前出てるよ。だってさ、だってさ、このさ、リハの時だってさ、この MC で出る時さ、私が前で会ってたのに、ハルゴンが、私が前だよ、みたいな感じで帰ってきちゃったんだもん。それでさ、後から結局さ、あそこ逆だよ、とか言って、ハルゴンこそ変わってないよ。あれ、前出てる人、なんか注意すると、なんかしっかりしたみたいな。え、もうちょっと前出て、もうちょっと前出て、列おかしいよ、みたいな。いや、ジャカルタでも先生とやってるんでしょ、そういうやり合いなんか、ジャカルタだと、やっぱりなんか先輩みたいな感じでやんなきゃいけないから、逆にこっちよりなんか緊張しちゃう。間違えちゃダメだ、間違えちゃダメだ。なんか私間違えたら言えなくなっちゃうから、間違えないように。頑張ってるね。大丈夫、私ここ頑張ってるね。お姉さんやってるじゃん、ちゃんと。ジャカルタだとね、一番年上の方だから。なんで昔のシンディの気持ちがすごいわかる。そうだよね。だってチーム B の時のシンディの年齢と大体同じぐらい。同じぐらい感じだもんね。へえ、そっか。あの時分かってほしかったな。もう6年前に分かってくれたらどんなに楽だったかっていう、ね。本当ですね。やっと分かりました。その説は申し訳ありませんでした。ありがとうございました。すいませんでした。大人になってる。大人になった。嬉しい。じゃあね、はい、行きましょうか。そうだね、行きましょう。あれあれあれ、はい、なんかね、出てきた、出てきた。あ、やばい、ボタンが出方、出方、何ボタン止めて、ちゃんとボタン止め、急ぎすぎて袖のボタン止めてなかった。今の出方何？え、はい、チーズみたいな。はい、そうそう、チャラい。呼んでほしかったんだよね。呼んでほしかったけど、なんか変な間できちゃったから、とりあえず出ようみたいな。はい、じゃあちょっと次の曲も、はい、歌わせていただきましょう、ね、初披露だからね、はい、緊張、ね、ドキドキ。2人に曲振りしてほしいなって思います。お願いします。じゃあそれでは聴いてください、青い未来。
少年よ、ワンツースリー、嘘をつけ、フォーファイシックス、大胆にもっとセブンエンライテンで行け、嘘でもいいさ、夢を語れ、イエイ、ララララララ、オーイエイ、セライライライ、オーイエイ、ララララララ、オーイエイ、セライ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 、僕の家の
ねえ、本当に。しかもこの8人でやるって、そう初めての。ねえ、8グーのねよ。8グーのね。8グーのねって。マユだって最初さ、何グーのねだったっけ？最初4だったから倍。倍なんですよ。倍。すごいよ、面白い。いろんな歴史がありますね。本当にだね。ありがとうございます。面白い。でも楽しい時間はね過ぎるのも本当寂しい。あっという間で、本当にあっという間で、本当に解散するの？え、今更今更解散はそれはもう解散は決定です。決定です。信じたくないけどね。どうしてこうなった？どうしたどうしたどうした？なんだそれ。ね、本当に AKB みたいにね、モニターがあったらもしかしたらね、なんかどうだね、緊急告知で、ね、でも支配人もいなければね。なんかこれセットがぐるりとこう回転してえ、マジで絶対マジでそんな裏広かったね、確かにね。はい、ということで本当に寂しいんですけれども、はい、次が最後の曲になってしまいます。はい、まあこうしていろんな昔からの曲を遡ってたくさん歌ってきたんですけれども、本当やっぱりこうしてファンの皆さんの応援と温かい声援があったからこそ、私たちはここまでやってこれたんじゃないかなと思っています。残り時間は少なくなってきてしまっていますが、最後まで悔いのないように楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。それでは最後の曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。手のひら。小さな手のひら、いつかは誰かを包み込む大きな手のひらになってゆくんだ。目が覚めて一が始まった、ぼんやりしてたら刻々時間は過ぎてく。今どう
ありがとうございました。私たちにとっての応援ソングになっています。まあこの旗でバレてると思いますが、それでは聴いてください。青春のフラッグ。
服を着た王様の時もねレスポンスすごいしてくれて歌ってくれて嬉しかったですね一緒にねありがとうございますありがとうございますお水飲みましょう、ね、はい、はい、アンコールもこうやってね歌ってきましたけどでももう一人のね、そうだねメンバーも呼びましょうか、アンコールでないね、ね呼びたいなって思いますせーのコーリーはーい、はい、おいでーあれコモリーコモリーここだ。ああ。何や。ああ。間違えちゃった。ねえ。はい。ということで、はい。ここで、いやいやいや、まだですよ、まだですよ。ここでちょっとこの5年間の思い出といいますか、一人一人。おお。最後ですので、すべての思いの丈を、はい。話しましょう。じゃあ。小森から。はい。小森から。トップバッター。思い出ですか？いやいや、小森最後だと逆にね。あ逆にいろんなこといっぱい言っちゃうから。小森人が言ったことすぐ真似して言っちゃうから。思い出ですよね。思い出。そうだよ。何でも最後だから、ね。伝えたいことを全部伝えちゃってください。いいですか？いいですよ。私、今日で最後の渡り廊下解散コンサートじゃないですかみんな最後だけじゃないですか渡り廊下みんな最後最後解散しかないよ1回しかないからねで、すごいそれに、うん、あの卒業してしまったんですけど出させていただいてすごくあと知ってるファンの皆さんもいっぱいいて、うん、あとそう私出るって言ってないのに、うん、コモリンタオルねわー持っててくれるねえ、ほんとだーもいてありがとうございます、すごく嬉しかったでしょあ、もあるよあ、ほんとだ、ね、あ、上にもいますねいるいる、ね、あ、ほんと嬉しいねがすごく嬉しくてはい、あと思い出はやっぱりバレンタインキス、うん、で、初めて渡り廊下に加入、うん、なんかセブンで加入させてもらってすごいいろんな撮影というか PV 撮るじゃないですか、うん、やっぱり先輩じゃないですか皆さん、うん、先輩なのでそれを、うん、勉強できましたすごい本当にはいよかっただからなっちゃんとかすごい見てましたから私おはい、なっちゃんが勉強できて、はい、すごく嬉しかったですはいありがとうございましたはい、シンディーです。ありがとうございます。そうですね、最後まで暫定のままで。はい、終わってしまうんですけど、私にとっては AKB から SDN に移って、渡り廊下に移らせてもらって、まあ、卒業が3回目なのかなと。すごい。思ってるんですけど、そうですね、ある意味ちょっと変わった。人生を送らせてもらってるんですけどやっぱり今日も思うんですけどこの曲、楽曲が本当に素晴らしくてまあみんなと一緒にいると楽しくて楽しいって思えるけどお家で聴いたりするとちょっと泣けるような歌詞がいっぱいあってそれをね私の人生の半分以上を作ってくれたというか秋元先生に感謝だなと私は、はい、そうですね、48グループでは、もしくは、まあ、今日が最後のステージになるかもしれないんですけど、まあ、もちろんお呼びがかかったらいつでも行くんですけど、そうですね、私は今日アイドルが最後かもしれないですけど、芸能界は辞めないので、私の夢を一緒に叶えてくれる方ぜひ、明日からのタレント生活一緒に歩んでくれたら嬉しいと思います渡り廊下走り隊が本当に大好きで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 した泣かないけどもう終わりですありがとうございましたやばいあ、まゆちゃん泣きそう
だまだまだまだ泣いちゃダメだよ。まだまだ、どうぞ。なっちゃん、うん、はい、平島なつみです。ありがとうございます。私は本当に最初この4人でデビューした時もずっとなんかすごい大好きだったけど悩むことも多くて、でも4人になって5人になって7人になってみんなでいろいろ話し合ったりとか相談したりとかいっぱい言い合いもしたこともあったけど、でもその分本当にみんなのことが大好きで、でファンの人もそんないつもグダグダだったりとかする渡り廊下を、そんな渡り廊下だから大好きって言ってくれる方がたくさんいて、だから私もそんな渡り廊下走り隊に最初から入れて活動できたことが本当に心から嬉しいです。そしてこうやってまた最後のアルバムに参加させてもらって、こうやって解散ライブもできて、もう満杯になるくらい外れた人もいけないって言ってくれる方もいっぱいいるのに、でもいっぱい来てくださって本当に嬉しいです。これからも渡り廊下のこともスタッフさんのことも、そして今日来てくださる方も、多分来れなくて DVD で見てくださる方もえ、お、これ DVD 発売するの？だってそんなの知らないわよ。こんなにカメラ入ってんのに、まあ、このカメラの意味、まあどうですかね、まあどうですかね、なるといいね。楽しみに、楽しみに。偉い人お願いします。それでもなんかはい、でもありがとうございます。本当に感謝の気持ちはもうこのままじゃ表しきれないくらいの感謝の気持ちでいっぱいです。これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。はい、岩佐美咲です。ありがとうございます。私は途中から渡り廊下走りたいセブンとして入らせてもらって、すごい最初はこんななんか可愛いユニットにこんなのが入っていいのかなって思ってたんですけど、頑張れ頑張れ頑張れ。すごくですね、ファンの皆さんも温かかったし、メンバーのみんなも受け入れてくれたし、すごく私も渡り廊下でいる時が本当に一番ってぐらい楽しくて、もう今日のライブも本当に初めてだったけど、ずっとやりたいってみんなで言ってたことが最後にできてすごい良かったなって思ったし、あとやっぱり小森とかなっちゃんとかシンディもだけど、こそえ違う違う違う、そうじゃなくて、あのほら卒業っていう AKB の卒業のステージには立てたけど、ほら卒業っていう正式な、そういう風に慌てるともっとやばい感じになるからっていうのがあったから、すごい渡り廊下としてこう最後のステージにもうみんなも来てくれ、小森が来てくれたことがすごい嬉しくて、本当にやっぱりもうみんな揃ってこの8人で渡り廊下だと思うので、今日で渡り廊下終わるけど、でも曲はずっと残りますから、なんかたくさんの方に曲をこれからも愛してもらって、そしてね、ジャカルタで活躍してる子とか HKT だったりとか、本当にみんなそれぞれいろんなところでね、あの本当にそれぞれ夢を追いかけて頑張ってるから、またここからそれぞれの夢に向かって頑張るので、ぜひですね、ここにいるみんなもう8人それぞれのことを応援してくれたら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。イエーイ。はい、あやりんこと菊池彩香です。ありがとうございます。そうですね、私はあの渡り廊下走り隊を加入するときは最初やっぱり不安とこれから本当に渡り廊下のままでいいのかなって悩んでたんですけど、
こうやって皆さんもメンバーも温かく迎えてくれて本当に嬉しかったし、今となっては渡り廊下に入れて本当に良かったなって思うし、本当今日泣く予定じゃなかったんですけど、泣く涙で本当に渡り廊下は素のままでいられるし、まあ AKB もそうなんですけどこうやってなんか、なんですかね、本当に居心地が良くて何も気も使わずにこうやって本当に心から楽しめるのも本当に渡り廊下走りたいが一番だなって思ったので、本当にまあ解散するのは寂しいんですけども、これからも多分もうこの渡り廊下の絆はなくならないと思うので、これからもね、ジャカルタから帰ってくるのは難しいけどさ本当にやりたいですね、こうやってまたみんなで。なのでこれからも自分の夢に向かって頑張っていきたいと思います。皆さんありがとうございました。はい、ラブタンです。はい、今日無事にこうやってこの会場に来れたことを鉄鋼感謝します。ありがとうございます。おとといが最後のイベントかな、そうだね、金曜日がだったんですけど、なんかもうその時からなんか解散しちゃうんだってすごく思ってて、すごいなんかグダグダの MC とかがずっと続いてたんですけど、なんかそんなくだらない、なんかくだらないことを言っても笑ってくれるファンの皆さんがいて、なんかそんな皆さんたちと、そんな皆さんたちの鼻水が見えてる？ラブタン、ラブタン、ちょっと今鼻噛んでます。あ、でも鼻、今鼻垂らすよりいいよ。2回目の鼻噛みたいです。OK？ スッキリ？ OK？ 大丈夫？はい。ちょっとファンデーション取れたかも。取れても可愛い。ありがとうございます。そんななんか、ありがとうございます。くだらないことを言っても、何言っても笑ってくれるファンの皆さんの、なんか、ファンの人の集まりが、ファンの皆さん確かに集まってる、集まってるじゃないですか、いろんな温かいファンの皆さんが集まってるのをなんかこうして眺めることができなくなるなって。だって絶対このファンの皆さんの温かさっていうのは多分また色から知りたい独特な良さだと思うんですよ。なんか上からですいませんだけどなんか本当になんか何を言っても笑ってくれるし、何を言ってもなんか良かったよって言ってくれるなんかおじいちゃんみたいないや、お兄ちゃん、お兄ちゃんみたいな存在の皆さんとこうやって出会えたこと本当に感謝しています。私にとって渡り廊下知りたいは友達以上であったし家族以上でもあってすごく大切な場所でした。でも開催しちゃうけど、みんなのことはこれからも大好きだし、ファンの皆さんのことは絶対に忘れません。5年間ありがとうございました。はーい、はい、こうして改めてこう解散ということで、なんだろうな、私的に今日はなんかみんなでワイワイこう裏でもしてたので、
全然なんか実感なくて個人的には。でなんかこうステージに上がってみるとこうたくさんのファンの人が来てくださって、なんかいつもあたいろうかのイベントって雪とか雨とか確かになんか前回バレンタインキスのイベントでも雪が降っちゃって皆さん帰れなかったりとか、ね、そういうのがすごいあって、なんか波乱万丈だなって思ってたんですけど、こう私は今ジャカルタに行ってこう日本のファンの皆さんと会う機会がすごい減ってしまったのはやっぱり申し訳ないなって気持ちもあるし、なんか渡り廊下知りたいがなかったらなんかやっぱり日本でライブすることも少なくなったし、握手会イベントとかもできないし、なんか本当にこう日本で帰ってきたいなと思うこともあるんですけど向こうにいて、でも私は今ジャカルタで頑張りたいと思ってるので、なので渡り廊下が解散してもこう日本に帰ってくる機会は少なくなっちゃうかもしれないんですけど、皆さんがこう私に会いに来てくれるように、ジャカルタまで会いに来てもらえるように、もっともっと努力して輝いて、この思い出を胸にジャカルタでもっともっと頑張りたいなって改めて思いました。なんか泣きたくないんですけど、あんまりなんか泣きたい人いないでしょ。泣きたくないんですけど、なんか解散って言葉に表すとすごい簡単だけど、なんか消えてしまうような気がして寂しいんですけど、なんか DVD も出るということでお願いします。本当、はい、たくさんの人に感謝して、たくさんの人にありがとうって気持ちを持って、これからも解散しても頑張っていきたいと思っています。皆さん絶対にこの思い出忘れないでください。今日はありがとうございました。実感しています。最初同期、まあ、なっちゃんも、まあ、ほぼ同期みたいな、もう同期です、もう同期みたいにぐらいの中のメンバーで始まって、最初は右も左も分からぬまま突っ走っていたんですけれども、そんな私たちを応援してくださる皆さんがずっと温かく支えてくださって、そしてセブンでマサミンとコモリンも入ってくれて、とても、あ、赤目橋でアヤリンも入ってもうなんか最初からいるような感覚になっちゃったそう入ってくれて、二人も加わってくれて、本当にみんなもう、あれまだ一人いる、まだね、順を追ってみんなで活動していって、そしてシンディというシンディという本当に偉大な人、本当にシンディは
からお芝居だったデビューショーショー私たち3期生がデビューするときにあのなちゃんとのシンディがチームメイに来てくれずまゆちゃんまゆちゃん頑張れ AKB の卒業じゃないよAKB の卒業じゃないよ分かってるけど、うんうん、そうでも本当になんか本当もう未熟な子供すぎる私たちのお世話を2人がすごいしてくれてシンディにはいろいろすごく叱られたりもしたんですけどそれがあったから今の私がこうしてちゃんといるんだなってすごく今思うし本当にたくさんのたくさんの縁があってたくさんの深い絆があったこの渡井廊下が本当に大好きだし私が一番私らしくいれる場所で本当に全てをさらけ出せたしメンバー同士で何でも話せたし本当にこんなに居心地のいい場所はこれ以上これ以外にないんじゃないかって思うぐらい本当に最高で素晴らしいグループでした。今回こうして解散ということになってしまうんですけれども悲しいお別れではなくてこれからはそれぞれのメンバーがそれぞれの夢に向かってこれからまた走り続けていくのでこれからもそれぞれのメンバーの応援をしていただけると嬉しいです。メンバーとこのメンバーとそして皆さんと走り続けた日々は私の青春でした。本当に今まで本当にありがとうございました。なんかさ再結成したいね。まだ解散してないけどさ、ね、お願いだからもう10年後っていうのやめてなんかこんな泣くって思わなかった。なんかさ、ね、リハの時はさ絶対泣けないようにうちらみたいな感じでさ、ねてかうちら全然大丈夫わーいみたいな感じだったのに、ね、ハルゴンだって手のひらでめっちゃ顔ほらだからさね一人で泣いてたよなんか手のひらってか、まあ、え全然普通に耐えると思ってたらなんか全然こうやって歌ったらなんかなんかね、絶対泣かないとか言ってたけど泣いちゃいましたけどなんか改めて早いけどね再結成したいですそうだね早いね今日解散なのに早い、ね、今度なんかうちらだけでやろう。もうむしろなんか8人だけでみたいな。じゃあ8人だけでさどっかのお家でコンサートしよう勝手に公園でよ公園でストリートライブじゃあ渋谷で渋谷でそれじゃあということでわあこの先言いたくないね言いたくない、ねうん、じゃあ遊ぶ遊ぶって遊ぶこれ遊んじゃう。いやいやでも言いましょうね前へお願いします。前へ進まなきゃいけないですからね。そうね前へ走りましょう。はい走ります。それでは本当に最後の曲です。私たちはこの曲とともにスタートしました。そして今ここにみんなで最後の地点にゴールしようとしています。最後はみんなで一緒に歌って盛り上がって歌ってもう走り抜けましょう。頑張って走り抜けて終わってほしくないけど盛り上がっていきましょう。それでは最後みんなで言おっか曲をタイトルをはい言いましょう。言います。本当に最後の曲に最後にょ最後にょ最後にょ本当に最後の曲になります。それではせーのでいきますよ。はい、はい、それでは最後はみんなで一緒に歌いましょう。せーの初恋ラッシュ。渡り廊下で追いかけて
として、みんなで、はい、最後の挨拶を、はい、しましょう。はい、本当は言いたくないけど、皆さん、5年間私たちの応援を本当ありがとうございました。
イベント前にやってるエンジンをカイエマイもしたよね。カイエマイもしましたね。順番覚えてるみんな。これで締めましょう。はい、なかなかもうねステージから離れたくないから離れられないからね。最後エンジンをして、うん、じゃあいつもの年下の子からいきますよ、はい、いきますよ。わさみん、ラブタン、こもりん、まゆゆ、あやりん、なっちゃん、はるか、しんり、バタイローカー審査員、今まで本当にありがとうございました。バイバーイ。